こんばんは。ケツメイシについて話聞きたいです。ケツメイシ全く俺聞かないんですよね。全く聞かないです。まあ、そのテレビでかかってるのとか、ラジオでかかってるのは耳に入ってくるんですけど、ああいう別にケツメイシに関わらず、こう、結構ポップなヒップホップって俺もう聞かなくなっちゃってて、なんで全然聞かないですね。こんばんは。来週の森道市場で緑さんを初めて拝見させていただきます。このご時世での森道市場のような大型イベントの開催について、開催者側の苦労、大変さをアーティストの視点で語っていただきたいです。めちゃめちゃ大変と振り回されて、いろいろその、何時までにやれとか酒出して悪いみたいなのも振り回されるし、で、それに乗っ取ってやってたって、コロナのやつからしたら、こんな時にイベント開きやがってみたいなのもあるだろうし、めちゃくちゃ大変だと思う。そうじゃなくても、野外イベントなんて雨降ったら終わりだから、そのギャンブルもあるし、で、たくさんのアーティストのね、スケジュールを抑えて、2点3点して、その都度連絡して、中に怒るやつもいるだろうから、そこを説得してみたいなの、めちゃめちゃ大変だと思う。絶対に俺には無理だし。でもね、そういう場所がないと俺たちは仕事もないわけだから、もう感謝しかないよね。そんなめんどくさいことをやってくれた上にギャラくれるわけですから、もう本当に神様って感じですけどね。神様ですね。うん。楽しみましょうね。